はい、どうもマノチです。よろしくお願いします。森本一緒に物語やっていきましょう。今回からクライマックスシリーズファイナルステージです。はい、3試合まず取ります。うん、前編後編という形でやっていきたいと思います。ただまあこの前編の3試合、ここで3連敗すると最終回になります。なんで最低でも1試合勝って、うん、後編につなぎましょう。いきましょう。久々の絶好調じゃないかな。まあその今まで撮った動画、視聴率の動画覚えてないけど、絶好調ってあったかな。あるとすれば、一番最初と交流戦期間かな。うん、なかなかねスタープレイヤーで絶好調ってのは見る機会ってないよね。まずバッターはよし。狙ってみっか。初回先頭打者ホームラン。初球ボール。今のはボールになります。ボール先行です。ナイスボール。コースで決めました。ボールになります。フォアボール持ちか。よし。バッターを歩かせました。バントか。盗塁か。出していきます。バントだろうな。フォアボールのランナーが出ています。グリーンライト。小宮山さん、こういった足の速いランナーがいる場合、ピッチャーの神経はどんなものですか。いけたな。余計な神経使いますよね。ピッチングに悪影響ですよね。そうですよね。そのあたりをどうかわしていくんでしょうか。二塁送球間に合い、二塁タッチ、くっそ。これはねバッテリーの勝ち。いいねいいねいいね。追加点。ライオンズこの回7人目のバッターになります。うん、小宮山さん、このピンチ追加点は絶対阻止しなければなりませんね。ちょっとこれ以上は離されないようにしたいですね。そうですね。さあここはエースの意地を見せてほしい。打ちました。オーケー。三塁線破っていった。サードランナーホームイン。いいよ。ライオン、ここはうまく打ち返された。引っ張った。これはどうか。ワウンド&ヒットになりました。ファーストランナーセカンド回って三塁に向かう。セカンドランナーいけないな。いけないね。バッターランナーは二塁でストップ。苦しい展開です。インコース空振り。点取ろうぜ。スイングになりました。低めに外れてボール。ソフトバンク打線なんてね、もう低め外れました。爆発したら手つけられないからね、本当にね。今のうちにいっぱい点取っておこう。頑張れ。インコース低めの球、フルカウントです。ここでフォアボールは打席には。頑張れ4番。初球空振りです。外の低め見極めます。インコース膝元に曲げてきました。ワンボールツーストライクです。膝元へのシンカーはボールになります。低め打った。サード正面掴んだ。一塁送球、一塁アウト、うん、しょうがないしょうがない。意外といけてんな。うちヒット1本しか打たれてないぞ。どうする、送るか、手堅くいくか。いっぱいに緩いボールを入れてきます。ストライクです。この球は外れています。くそくそ、危ない。落ちれ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 。よし、距離だった。ホークスピンチになりました。ノーアウト1、2塁、点取れるよ。2番
初球ボール低め、これは決まった変化球タイミング合いません。ワンボールツーストライクボールになります。ピンチの場面でしたが空振り三振。うまい。豪快なスイングは空振りになります。見送ってストライク。ノーボールツーストライクです。この球は外れています。ここは空振りで三振を取ります。取れないのか。ツーアウトランナー取らないと。初球大きく外れています。外の変化球、いやキャッチャーカニザレスが見たいな。外わずかに外れた。ボールになります。低め決まってストライク。スリーボールツーストライク。外れてフォアボールフォアボールのランナーが出て満塁となっています。初球空振りです。打ちました。入れました。ファールボール。インサイド落ちました。いやーダメか。ショートが飛ぶ。セカンド送球。セカンドフォースアウト。やばいやばいよ。なんかじわじわ来そうだよね。すげえなミート超でけえな。さあ小宮山さん、これ以上離されると厳しいですからしっかり抑えていきたいですよね。ショートの横抜けた。先頭バッターを出してしまいました。ノーアウトランナー。行くか、走ろうか。今少しでも点につながることをしたいよね。バントか。一人スペシャル一回。いきなり牽制。一塁はセーフ。また牽制セーフ。走ってきた。キャッチャー送球して盗塁成功。よし、一人スペシャルはならなかったけどね。送ります。取りました。一塁送球します。アウト。ワンアウト。送りバント成功。ワンアウトランナー三塁。だいぶ盗塁での貢献はできてんじゃないですかね。最初は変化球。未だねタッチアップってものをしたことがないからさ、空振りになります。しては見たいよね。一回でいいから。大きく外れました。ライト方向流しました。一二塁間を破る。サードランナーホームイン。オッケーです。ライオンズ。お、決まったな。いや、わかんないな。まだわかんないな。初球空振りです。なんか目立つことやりたくなってくるな。低めは外れました。山張ってみっか。ここら辺。ほんと来た。打った。伸びていく。センター深いところ破っていきました。打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。よし、バッターランナーは二塁まで進みました。ワンアウトランナー二塁となりました。バッターも初球空振りです。変化球これは空振りです。ノーボールツーストライク。そういえば、ローカル番組になる、北海道のローカル番組になるんですけど、元日ハムの糸数がテレビ出てましたね、この前。まあこれ前ツイッターでもちょっと話したことなんだけど、よく見ています。すごいかっこよかったよ。なんか輝いてた。今宮が掴んで3アウトです。今沖縄でダイビングショップ、あんまそういうの詳しく分かんないけど、ダイビングショップを経営してて、すごい、なんだろうな、目が輝いてたっていうのかな。
すごい元気そうでしたよ。もう一球牽制球、一塁はセーフ。ここも牽制セーフ。ジャストミート、これはどうか、ワンバウンドヒットになりました。打ったバッター一塁蹴って二塁に。この試合は余裕でしたね。バッターランナーは二塁到達、ホークスピンチになりました。打順は初球ボール球です。外のボール球打っていった、ワンバウンドヒットになった。セカンドランナーサードランナーを蹴った、サードランナーがシャオラ、ナイスラン。セカンドランナーも今ホームイン。ライオン、まあ点差関係ないからね、とりあえず一勝、これで後編も取れますね。大手かけたいな。うん、残り2試合勝って大手かけて、大手かけた状態で前編を終えたいかな。いや、あるよ。これ、初のスタープレイヤーで日本シリーズ。行ってみたいな、行ってみたいな。福岡ヤフオクドームは大観衆が詰めかけています。まずは、森本が今、このミート。ミートの枠のデカさね。初球時、これはセンターに抜ける。もうほぼ当たるよね、バットに。先頭バッターを出してしまいました。ノーアウトランナー一塁です。ヒットでランナーを一塁に置いています。小宮山さん、こういった足の速いランナーがいる場合、ピッチャーの心境はどんなもんなんでしょうか。まあ余計な神経使いますよね。ピッチングに悪影響ですよね。そうですよね。ランナースタート、キャッチャー2塁、セーフ、絶好調。ここで盗塁を許してしまいました。セカンドランナー送りバントだ、一塁方向。いけないかな、いけないんだよな、こういうのな。行ってみたいけど。送りバントを決めました。ワンアウトランナー三塁です。タッチアップしたいぞ。初回からピンチを迎えますホークス。小宮山さん、初回いやタッチアップしてみたい、本当にしてみたい。まあね、こういう場合はボールにあってもいいぐらいの気持ちで厳しいコースに投げ込みたいですよね。なるほど。さあ注目です。高めを、あっとグラブ弾いた。ショートがバックアップ。今のは冷静だったんじゃないですかね、走り方としては。ライオンズ、おかわりくんめっちゃ嬉しそうな顔してたな、今一瞬つったけど。ツーアウトランナーありません。まあツーアウトだし思いっきり振ってみましょうか。初球ボール、外低めいいコースに決まりました。144キロか、もうちょっとなんか速く感じるけどな。やめた、ミート打ち。ワンボールツーストライクです。バッター、これは三遊間抜ける。ツーアウトランナー一塁。バッター走りたい。初球大きく外れています。ファーストランナースタート、キャッチャー送球して、よし、成功です。ここで盗塁を許してしまいました。まあバッテリーもね、警戒してたんでしょうけどね。ここは1球見ました。まっすぐを持ってきました。フルカウントになっています。バッター、打球はライトへ。あ、ライトあ、びっくりした。あ、よかった、よくはねえか。全然アウトカウントのこと気にせず走っちゃってたよ。あ、まずい、まずい、まずい。
いい勝負だね。とりあえず塁出ましょうか。ミート打ちで超でけえ、横幅全部締めれるんだ、すごくね。いやもうとにかく一球一球集中するということですよね。そうですね。さあしっかり抑えていきたい。オッケー、三遊間抜ける、先頭バッターを出してしまいました。まあ今のところ盗塁はうまくいってくからね、勇気出していきたいけどね。ここはうまく引っ張られてしまいました。走ってきてバントしました。いけ、一緒にスペシャル。ピッチャーが取る、一塁送球アウト、ワンアウトです。よし、送りバント成功です。ワンアウトランナー、完璧だな、一塁スペシャル。タッチアップ、毎回言ってんの俺、簡単にストライクが、毎回言うけど、タッチアップ。もう一球低め、速いボールで追い込みます。高め打った、センター前抜けていく。オッケー、ランナーがホームに帰ってきました。この1点はね、相当飛距離スペシャルが効いてる1点だと思いますよ。ここは抑えておき、逆転、あ追いつかれた。よし、スクイズだけやめろよ、絶対できないから俺、失敗するから。オッケー、いって、これは外野、さあ勝ち越しのランナーがタッチアップ、サードランナーホームイン。いやまあヒットが理想だったけどね。まあとりあえず逆転。ライオンズリプレイでご覧いただきましょう。罰出れば同点ってさ、飛距離に望むことじゃないんだよ。打順は1番に帰り、サファテか、いや待てよ、あー打てない、いいコースですが外れています。まあホームランはもう考えない。すげえ高めだな。よし、お願いします。まあ俺がどうこうするより、これはもうコム操作の味方に任せた方が、うん、点入る確率は高いと思うんだけどね。すぐに追い込みました。右に切れます、落としてきましたが、これは外れます。高めに1球外します。153キロ、インサイド打った、抜けた、セカンドランナー帰れば1点差、センター前ヒット、バッターは頑張れよ。まずはストライクを取りました。後ろから見るとすごいねこの球、あっとこれはすごいでしょ、本当振り下ろしてる感じだもんね。なんか見てて気持ちよくなるストレートだね、これは。全然ストライク入んないけど。頼むおかわり君、とりあえず飛距離を開始して同点にしちゃおうよ。いいコースですが外れています。頭見切れてるしな、サファテってでかいの、頭見切れてるよ。これは外低め決まって、頑張れ。これでフルカウント、次が勝負の1球になります。ここも押し出し、おいよく見た、お勝ったな、勝ったな。これは勝っただろう、大丈夫、これはいけるだろう。初球ボール球です。チェンジアップを見極めます。左中間へ持っていった。これはどうか。ちくしょう。中継にボールが送られる。いやーなんかあれだな、調子乗りすぎたかな。ランナー一塁となりました。ミート打ちだったよね。飛距離が絶好調だったら結構打てる自信はあるけど、やっぱ強振は難しいね。バックボックス破れてしまいました。
てる。2勝しました。あと1本取りましょう。まあこの試合に限ってあれだね、サファデがやっちゃったかなっていう気はするね。よし取ります。ちょっと飲み物飲ませてください。はい、すいません。はい、すいません。あのさ、スポーツ選手とか、まあサッカーとか野球とかもそうかな、あの飲み物飲むじゃないですか。でそういうのテレビとかで映るじゃないですか。あの色付きの飲み物飲んでること最近多いじゃないですか。まあ黄色だったりちょっと紫がかってたり、何なんだろうな、あれすごい美味しそうだよね。ジュースなのかな。ジュースではないんだよねきっとね。ちょっと何そのカード。得意のボールでストライクを取りました。高めのボール、この当たりはどうか。もうちょっと球見ればよかったな。ワンアウトです。なんかすごい厄介だね武田翔太。まあ言ってもカーブでしょ。打順は1番に帰り。ただね、そのカーブの落差がさすごいんだよ。初球ボール。結構スライダーも放るのか。狙うんだったら俺はスライダーかな。ボールになります。ストライクが入りません。ああ、振ったら振らなくていいよ今のは。いい勝負ですな。小宮山さん、中盤に差し掛かって同点です。この後の展開どのようなところがポイントになってきますか。そうですね。あ、ダメだな。ちょっとそのドロップカーブは打てないわ。しっかり観察してどのボールどのコースを狙っているか理解しなければいけませんね。そのあたりの配球にも注目していきましょう。ちゃうんだよな。ちゃうな。今までの先発の中だったら一番きついかな本当に。打順はトップに返って森本。試合展開早いね。やっぱりね、一人ランナー出ないとね、ランナー操作がないから早いんだよね試合展開が。落ちろ。インサイド落ちました。これはどうか、うん、ライトを取りました。ツーアウトです。やばい。あ、よし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 。あ、やばいやばいやばい。ヒットどう。追いつこう。大手かけたいもんね。大手かけれんだよここ勝てば。五十嵐か。いいコースですが外れています。五十嵐もカーブあったよね。なんか今のクソボールは打つべきだの。噛んだ。鋭い球、わずか噛んだわ。153キロ。際どいがボール。出たい。スリーボールになりました。なんとか出たい。インコース高めはストライク。フルカウントです。さあバッテリーは何を探すか。よし。フォアボールのランナーを出しました。フォアボール。失敗できないぞここの盗塁は。小宮山さん、足の速いランナーがいますからバッテリーはどうでしょうね。そうですよね。相当警戒するでしょうね。これはスタンドに入ります。ランナースタート。キャッチャー二塁送球する。よし。盗塁成功。いや早いですね。ここで盗塁を許してしまいました。まあそうですね、走ってくるとは分かってたんですけどね。外の球打った。ショートが抑えた。一塁へ。一塁アウト。ツーアウトランナー三塁とか。頑張れ。まずはボールから入りました。外。あ、2勝1敗、あ、2勝2敗なのか。向こうアドバンテージあるもんね。2勝2敗で後半後編の動画に続く感じですね。まあ展開としては面白いんじゃないですかね。
何もできなかったな。いやただまあ、うん、武田翔太はもう出てこないから、あと誰いる、なんやかんや厄介なピッチャーいっぱいいそうだけどね。ウルフ大丈夫いける、何の根拠もないけどね何の根拠もないけどウルフいける。よし、今回ここで終わります。次頑張りましょう。うん、いやなんとかファイナルね行きたいね。頑張ります。はい、そんじゃ今回はここで終わります。バイバイ。